OK、 次で、最後です。って言うならってしっかり言う。うるさいよ。バンドのワンマンが果たしてね、もうこれで今年最後なのかまだ僕にはわからない。もしかしたらね、12月のいつぞやにまたポンってあるかもしれないけど、もしそんな展開になったら、今日来てくれた人はぜひマストで参加していただいて、またねいい年末をね過ごしたいなと思います。そうだよ、言うの忘れてた。またね、僕はねこういうこと言うの忘れるんだよ。来月はね写真展が大阪であります。ね、本名じゃないですよ僕は写真は。だけどなんかいつの間にか写真展をやらせてもらえるようになったわけなんだけど、大阪のね菩提樹カフェっていうところでやります。でそれからそこでのライブ、カフェのライブもありますし、今月は半ば過ぎかな、18とか19とかそれで京都で歌ってきます。京都は、ルータルータとそれから、ソーレカフェ、これどっちも弾き語りです。ソーレカフェの方は生声で、また久々にワンマンを行います。それから今月末は僕の事務所のアーティスト、ワールドアバウトムーブメントっていうのがあるんだけど、アパートムーブメントっていうのがあるんだけど、そこと商店街の人たちとタッグを組んで三軒茶屋のねところでお祭りを、音楽のお祭りというのかな、縁日のようなアコースティックホリデーっていうのをやります。あとなんだろうな、いろいろ考えてはいるんだけど、いかんせん思い出せないので、曲に行きたいと思います。本当に今日はありがとうございました。またいつでも遊びに来てください。スズムクでした。
ありがとうございました。ありがとう。